はい、おはようございます。今日もとあるカフェに来ております。ということで行ってきます。はい、帰ってきました。今日はサザコーヒーっていう茨城県発祥のカフェに行ってきました。で、今日行ったのは筑波大学の中にある店舗ですね。そこは焙煎機が、大きな焙煎機があって、自家焙煎でコーヒーを入れてるみたいなんで、コーヒー好きの方はね、すごいテンションが上がるんじゃないかなっていう感じでした。ちょっと雨が降ってきそうなんですけど、今日も仕事なので行ってきます。バイバイ。